京急線系電車高松琴平電気鉄道線3 0 0系、電車線3 0 0系、電車線3 0 1高松琴平電気鉄道線3 0 0系電車は、高松琴平電気鉄道の通勤系電車である、元京浜急行電鉄線型で19、1974.19761978年に、東急車両製造で製造された、2007年と2011年に4両ずつ入線した。 制御電動客車の1301から1308による2両編成4本の8両が在籍し、長尾線で使用されている。車体は長さ18メートルの構成車体。窓配置は C3D1D3D3D2 で、客用扉は片開き、窓は2段上昇式である。また、前面の窓上に方向膜と種別膜を備える。連結面は幅広の貫通路で、 貫通扉はない。張り上げ屋根で、奇数号車の連結面よりに PT43、ガタパンタグラフを備える。冷房装置は、集中式の三菱電機 CU-71K で、1両につき1台を屋上に搭載している。電気関連は、主電動機が、東洋電気製造製の端子電圧375、V キ9 0 k w 四制御方式は三菱電気製の、 自動加速式抵抗制御で、一台で8個の種、電動機を自家並列制御する。種社は1080型と同じ軽急線型で、1080型と同じく、アンチクライマーの再下段が半分切り書かれているが、1080型が1959年から1960年に製造された通称、B グループであるのに対し、こちらは1971年から1978年に、 製造された F グループと呼ばれるタイプである。海グループは当初より冷房付きで申請され、主電動機の出力向上車体直結式空気バネ台車の採用など、1080型とは似て、非なる車両である。これまで 1020K 以降ことでに入線した車両は、HL 制御、電磁 SME 制度の在来車両との並結が行えるように、マスコンブレーキの改造を受けていたが、 本形式は長尾線の増結運用がなくなったことや改造費用圧縮のためにこれらの改造を行わずに入線した。このため同社はコトデンで初めて発電制度を併用するフラップ式、電磁直通制度を採用することとなった。また主管制御機もコトデンの営業車両ではただ一種車のものをそのまま使用しているため、同じ元京急線系でありながら1080型とは並結できない。 車内設備は1200型に順じて車椅子スペースの設置、釣り革の交換、座席モケットの交換等が実施された。また、1200K1250 番台に続き、優先席付近には携帯電話の電源を切ることを促すオレンジ色の釣り革が採用されている。1305編成以降は、とあたり、ゴム部分に黄色いテープが重複され、 ドア付近床面も黄色に変更されている。1301から1302は伊藤園の全面広告電車となっている。2007年6月に長尾線用に2編成が搬入され、同7月31日夕方より営業運転を開始した。これにより長尾線で主にラッシュ時の増結運用を行っていた。旧型車は定期運用から離脱。同車の登場によって余剰となる。 長尾専用の600系、700系のうち、各形式2両ずつを、指導線へと転属させることによって、同線の旧型車定期運用を置き換えた。これにより、こと電は、同8月1日に定期列車の冷房化率100%を達成した。なお、これにより運用を離脱した旧型車の一部は、イベント用車両として、胴体保存車となった。 2010年8月時点では1301編成は伊藤園の大いお茶の全面広告1303編成が香川県警自動車協会の全面広告者となっておりオリジナル塗装の編成は存在しなかったが2011年1303編成は広告終了によりオリジナル塗装になっている2011年8月28日に2編成が増備され 9月1日から運用されている。またこの編成が新町建築から運び出される様子が2011年9月15日にテレビ番組空から日本を見てみようで放送された。1305編成は2014年11月3日より月刊コミックバンチ連載中の漫画作品うどんの国の金色けまりのキャラクターポコをラッピングしたポコ伝として運行された。当初は 契約期間が1年だったが、2015年11月から、さらに1年間ラッピングが延長され、2016年10月27日まで運行された。また、1307編成は2019年7月20日より、国民共済のラッピングとなっている。貫通扉の渡り板は、京急時代は普段上げられていたが、ことでは下げられることが多い。の年次による相違に加え、 ことでの入線時期、入選時の改造内容の相違から、以下の通り線80型とは、多数の相違点が見られる。ありがとうございます。